日本学術会議で推薦をした人に関して、6名、拒むと、学術会議任命6人拒むというのが大問題になっております。これは本当に問題です。で、この日本学術会議とは何ぞや、日本学術会議法というのがあります。日本学術会議は科学が文化国家の基礎であるという確信に立って、科学者の総意のもとに我が国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学会と提携して、学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立されるというふうになっています。戦後こういうものが設立されたわけです。で、推薦により、内閣が決めるわけですから、これ今まで一度も拒否をされたことがありませんでした。今まで一度も拒否されたことがない。で、それに関してこの、日本学術会議の会員をして今も連携会員を務めている方からの、例えばこういう記述があります。日本学術会議は会員の選任を1年近くかけて行います。コーオプテーションという形を取り、学協会や一般に広く意見も聞きながら、男女や地方、専門のバランスにも配慮しながら名簿を確定していきますと。で、一度も拒否されたことがないと。これについては、渡辺照人弁護士、そしてそれを小西博之さんもがツイートされていたので、私もそれを見ることができました。1983年、昭和58年の国会審議で国会答弁はこうです。出していただくのはちょうど210名ぴったり出していただくということにしているわけでございます。それでそれを私の方に挙げてまいりましたら、それを形式的に任命行為を行う。この点は従来の場合には選挙によっていたために任命というのが必要なかったんですが、こういう形の場合には形式的にはやむを得ませんと。そしてこの中で、今まで、拒否をしたことがないんですね。形式的に任命行為を行うと。出してもらったものに関して、ですからここで政府委員はこう答弁しております。1983年の、参議院の中での文教委員会での、粕谷照美さんに対する政府の答弁です。私どもは実質的に総理大臣の任命で会員の任命を左右するということは考えておりませんと。総理大臣がいい人を選ぶのじゃないか、そういう印象を与えるんじゃないかという感じがありますが、そうではないと。210名ぴったり出してもらって、その名簿に基づいてそれをそのまま、認めるという形で、今まで一度も拒否をされたことはありません。で、これも条文の中にあるのですが、7条1項で、日本学術会議は210人の日本学術会議委員をもってこれを組織するとなっております。で、現在6名拒否をされたので、今204名の組織になっていると。これは法律違反ということになります。きちっと名簿に合わせてそれを出すということになっているのが、ちょうどそれが決意になってしまうと。で、どうでしょうか。国会の法案の審議において、例えば共謀罪やいろんな法律問題がこういう点あるんじゃないかっていった方が、例えば弾かれているっていう問題があります。学者の世界はそうですが、賛成反対いろんな意見がある。それを学者としての自分の考えに基づいて学術的に言うということは学者として大変必要なことです。こういうことをやっていたら、政府の法案に対して学者が本当に意見が言えなくなってしまう。もう忖度学者ばかり、御用学者ばかりになってしまう。学術会議のメンバーになりたいと思ったら政府に反することができない。忖度せよということで、それを内閣が今まで一度もやってないのに、この人は認めない、この人は認めないってやることは、やはり
憲法の基づく学問の自由、これを明確に侵害した事件であるというふうに思っております。こんなことをやったら学問の自由が全く保障ができません。政府がこういう学者はいい、こういう学者はダメというふうになるわけです。この学術会議に関して内閣府のホームページを見ると独立してっていうふうになっています。これが本当に独立してっていうふうにならなくなってしまう。それから学術会議はさまざまな政策提言なども行います。これも政府自身が結果的にこの名簿を拒否することによって左右してしまうということになります。政府が学者を選別し、政府のと同じ見解の学者でなければ学術会議から弾くぞってやったら憲法の学問の自由が侵害をされます。こんなの本当に学問の自由がなくなる。これは学者だけではなくて社会にとっても大損失です。学術会議の中で議論をして出してきた名簿をなぜ拒否するのか、前代未聞のことをなぜ今回やったのか、ありえないというふうに思っています。このことを厳しく抗議し撤回を強く求め、そしてこれは菅総理がおやりになったことですから、菅総理に対して追及をしていきたいと思います。